こんにちは、しばとです。今日はですね、YouTube に関してのご質問をいただいているので、お答えさせていただきたいと思います。まあ、全然で YouTuber ではないんですけれども、まあ、こう2年3年こう続けてきてですね、少しだけノウハウが分かってきたような感じがするので、ちょっとこういった質問にお答えさせていただこうかなと思います。まずですね、いつから始めましたかっていう質問をいただいてます。ありがとうございます。ですね、開始はですね、38歳とか38歳の終わりぐらいですかね、からやり始めて、で最初はですね、月に、まあ、1本とか2本とかっていう弾いてみた動画を上げていたって感じですね。で定期的に上げ始めてからはまだ1年ちょいぐらいなんですが、まあそれは40歳になってからとかです。今僕41なんですけれども、まあ週に2本3本ぐらい上げるようになったのは40になってからですね。なのでですね、まあこれが40歳というのは早いか遅いかっていうのは、まあ何とも言えないところではあるんですけれども、まあ開始時期にですね、その年齢とか関係ないかなと、早い遅いとかっていうのはないかなと思いますね。思い立ったら吉日っていう感じでですね、やりたいぜと思ったらもう今すぐやっちゃってもいいんじゃないかなっていうぐらい、簡単に動画をアップすることができるのが YouTube かなと思います。まあいつからっていうのを言うと38、39ぐらいからやり始めたかなという感じですね。続いてなんですけれども、続けるのは大変ですかと、 YouTube を続けるのは大変ですかと、これはですね、まあ、大変は大変ですけれども、まあ、楽しいの方が大きいかなっていう感じはしますね。まあ、何が大変かっていうと、やっぱりですね、まあ、僕が週に 3、4本、2つのチャンネル合わせてですね、週に 3,4 本アップしてるんですけれども、まあ、時間を取るのが大変というか、撮影時間であったり編集時間ですね、まあ、これを毎日コンスタントに少しずつ取らなければいけないというのが、まあ大変かなっていうところではありますね。まあ視聴者の方も、まあサラリーマンやってたりとか、あと学生さんだったりとかっていうことで、まあ本業が別途あると思うので、それでまた自分の時間を作るっていうのは、まあなかなか大変ですね。家族のこともありますしね、まあ僕の子供の面倒もありますしっていうところで、まあ時間が大変ではあるんですけれども、まあ楽しいですよ。まあ楽しいですね。要因として、まあ皆さんからいろいろコメントいただけるのもそうなんですけれども、まあ仕事と大きく違うのはですね、まあ YouTube で自分で発信しているので、期日がないというかですね、決められた締め切り日がないっていうところがですね、やはりですね、楽しさにつながってんじゃないかなと思いますね。まあ、仕事だと、まあ、例えばミュージシャンにしろ作家さんにしろですね、期日があるじゃないですか。発売日が決まってしまったら、もうその時点でですね、もう終われますよ。もうあれやこれや、もう逆算してですね、あれやっていかなきゃいけない、撮影やんなければいけない、詞を書かなきゃいけない、曲書かなければいけない、レコーディングを済まさなければいけない、アーシャ取らなきゃいけないとかですね、いろいろ出てきてですね、もう発売日決まった瞬間からもう戦争ですね。まあそういうのにずっと追われてきていたので、期日がない YouTube っていうのはですね、まあ自分で自由にできてすごく楽しいなっていうのをですね、実感しております。で続いてはですね、撮影時間はどれくらいっていう質問なんですけれども、まあ、僕に関してはですね、撮影時間はですね、まあ、そんなかかってなくて、まあ、30分ぐらいかなと。で、まあ、編集も別にそんな凝ってるわけではないので、まあ、30分から1時間ぐらいかなっていう感じですね。まあ、撮影はですね、まあ、基本的に弾いてみたは一発で撮ってるので3テイクぐらいですかね。まあ、5分の曲3テイクぐらいなんで、まあ、15分とか20分ぐらいで
まあ、大体取り終えるんですけれども、それまでの練習時間ですよね。撮影自体は30分ぐらいで終わるんですけれども、練習はめちゃめちゃしてますよね。やっぱりこう空いた時間にギター触って弾いてっていうのをやってるので、まあ、そこまで入れると、まあ、結構な時間がかかるかなとは思うんですけれども、まあ好きでやってるんでね、その辺はあんま苦にならないんですけれども、苦にならないというか、まあ、楽しいぐらいなんですけれども、編集なんですよね。編集はね結構大変で、弾いてみたはねすぐ終わりますよ。もう15分もかかんないし、10分ぐらいで音と映像合わせるだけなんで非常に簡単なんですけれども、対談であったりとかですね、まあなんかいろいろ説明が必要でテロップ入れなければいけないような動画ですね、まあ、これが大変ですね。一語一句全部文字にしてたら日が暮れるんで、まあ、ピンポイントでここだけっていう感じでこう差し込んでいくんですけれども、それ考えるのも大変なんでね、まあちょっとずつ楽しくはなってきたんですけれども、もっとスペックのいいパソコンを使えばですね、編集も楽しくできるのかなとは思うんですが、まあ、パソコンがね今ちょっと重くてですね、 Core i5 じゃあねちょっと追いつかないようになってきているので、ちょっと考え直さなければなという感じで、まあ撮影時間は30分ぐらい、編集時間が30分から1時間ぐらいかなと、まあでもその前の練習とかは結構頑張ってやってますよっていう感じですね。といった感じで今回は3つの質問にお答えさせていただきました。まあ、YouTube はですねすごく楽しいのでですね、ぜひぜひ皆さんやってみてはいかがかなと思います。コメント欄もですねいろんな同士が集まってくれてですね、毎日楽しませていただいております。ありがとうございます。まあ、これからもですねどしどしコメント欄に書き込んでいただいて、いろんな方とやり取りをさせていただきたいなと思いますので、引き続き動画のご視聴よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。